重まぶたにしてみます。頑張ってみます。できるかな。面白いからやってみましょうか。ここですよね。さすがに、無理か。よいしょ、こんな感じ。さすがに手がなんかプルプルしてきた。無理。手が痛い、手がなんかいやや言うてる。おもろいっすね。こういう細かい作業をするの、まあこれはこれでちょっと快感的なとこありますよね。ちなみにね、肉眼で見たら全くそんなもん見えません、ほんま意味ないです。ただね、やっぱり違うんでね。あ、二重まぶたできたかな。うわ、何これ、気持ち悪っ。めっちゃ見てる、こっち、みんなって感じですね。うわー、なんかおもろいっすね。あ、ちゃんと二重まぶたできましたよ。できた、でももう一個すんの嫌やな。片目だけにしたろか。てか、まあ見えへんけどね、どっちにせよね。こんなことだって見えないんですけどね。でも結構ドアップで写真撮るから撮った方がいいかな。おーっと、ほら、あー、できた、二重まぶたになりました。この人めっちゃ荒れてますね。ええ感じですね。歯も作れるレベルですね。じゃあもうこっちもやっとかな、しゃあないか。いらんことしたらしんどいだけですね。さすがに息止まりますね。もうやめとこう。もう調子乗ったほうがいい。まあ、実物で見たらそんなもん見えてんのか見えてないのかみたいなレベルなんですけども、まあじゃああとはこれで流し込み接着剤を少しつけて余計なバリを取り除けば、よいしょ、こんな感じですね。めっちゃ荒れてますね。目玉だけがやたら良くなりましたけどね。ちょっと他のところは気になる。